ヒュルゾウクリカラ峠の戦い、または、トナミ山の戦いは、平安時代末期の樹栄2年5月11日に、越中、加賀国の国境にある、トナミ山のクリカラ峠で、源義中軍と、平これ森率いる平家軍との間で戦われた、合戦。自称、樹栄の乱における戦いの一つ。自称4年、持人王の平家追悼の領事に応じて、 信濃国で挙兵した源義仲は翌自称5年に平家法の白除職の大軍を横田川原の戦いで破り、その勢力を北陸道方面に大きく広げた。樹永2年4月、平家は平これ森を総大将とする十万機の大軍を北陸道へ差し向けた。平家軍は越前国の日内城の戦いで勝利し、義仲軍は 越中国へ交代を余儀なくされる。だが5月9日明け方、加賀国より軍を進め半日屋の地で兵を休めていた、兵士軍先見隊、平森利の軍が、基礎義仲軍の先見隊である、吉中四天皇の一人、今江金平軍に奇襲されて、戦況不利に陥り、平森利軍は退却してしまった。一旦交代した、平家軍は、能登国潮山に、平道森、 平智則のりの三万余儀、加賀国と越中国の国境の都並山に、平これ森、平雪森、平忠ただのりらの七万余儀の二手に分かれて、陣を敷いた。5月11日、吉中は、源の雪へ、盾の地下だの兵を、塩山へ向け牽制させ、吉中本体は、都並山へ向かう。吉中は昼間は、さしたる合戦もなく過ごして、平家軍の油断を誘い、 今井金平の兄で義中四天皇のもう一人、樋口金光の一帯を密かに平家軍の背後に回り込ませた。平家軍が寝静まった夜間に、義中軍は突如大きな音を立てながら攻撃を仕掛けた。浮き足立った平家軍は退却しようとするが退路は樋口金光に抑えられていた。大混乱に陥った平家軍七万余機は、 唯一敵が攻め寄せて来ない方向へとわれ先に逃れようとするが、そこは栗から峠の断崖だった。平家軍は将兵が次々に谷底に転落して壊滅した。平家は吉中追悼軍10万の大半を失い、平これ森は命からがら刑へ逃げ帰った。この戦いに対象した源の吉中は刑へ向けて進撃を開始し、同年7月に、 ついに念願の上落を果たす。大軍を失った平家はもはや防戦の仕様がなく、安徳天皇を伴って京から西国へ落ち延びた。原平清水期には、この攻撃で、吉中軍が数百頭の牛の角に松松をくくりつけて敵中に向け放つという、原平合戦の中でも有名な一場面がある。しかしこの戦術が実際に使われたのかどうかについては、 古来鹿からは疑問視する意見が多く見られる。完全に、松末の炎を突きつけられた牛が、敵中に向かって、まっすぐと進していくとは考えにくいからである。そもそもこの下りは、中国戦国時代の西国の武将、他一枝が用いた、比牛の刑の古事を下敷きに、広大殉職されたものであると考えられている。この元祖、比牛の刑は、角には剣を、 尾には松末をくくりつけた牛を放ち、突進する牛の角の剣が敵兵を次々に刺し殺す中、尾の炎が敵陣に燃え移って大火災を起こすというものである。に向かって走らせることで、ローマ軍の陽動作戦に成功しているため、前例はある。この出兵については、あず鏡においては、基礎吉中討伐のためと記されているが、極用における討伐の対象者は、 源の頼朝、源信義となっており、追悼の対象は、基礎吉中ではなくあくまでも、北陸の反乱軍であるという見解が強まりつつある。ありがとうございます。